おやすこんにちは、アメリです。はい、ということで、今回もリコピンさんの編成をお借りするんですけども、ちょっとまあ前回の動画でいただいたコメントで、まあ、他の人もね、やっぱ紹介してるわけですよ。リコピンさんの編成を紹介してるので、まあどうしても被ってしまうんですよね、同じ編成っていうところで。まあ確かに、まあ同じ編成を紹介しても新鮮さがないっていう意見は、まあ、確かにそうだと思う。確かにそうだと僕も思うんですよね。なので、まあちょっとそのコメントも受けて、今回の動画はちょっと出すんだけども、まあ、なるべくね、まあでも紹介は多分すると思うんですよ、どうしても。そこはね、ちょっと許してほしい。全部が全部、100% 全部自己編成にはならないかな、動画はって思いますね。やっぱ、いい編成があったら、やっぱいいものは紹介したいと思っててっていうのがあって、うん。まあ、僕だけを見てるって人ももしかしたら中にはいるかもしれないし、まあその他の方も見てるし、僕のも見てるっていう方の意見だと思うんですけど、まあちょっと被る分には申し訳ないっていう気持ちもありつつの、まあなるべく自分でも考えたいんだけどっていうのもあってね、まあなかなか難しいところではあるんですよね。いいものも紹介したいしっていうところで、まあ、ちょっとなるべくね、自分では考えていく方針にはするんで、ちょっとまあお待ちくださいということで、まあ一旦ちょっと今回、このアルバート編成、ね、アルバート、まあノーチアスだけど、藤君とノーチアスなんだけど、ちょっとまあこの編成は一旦ちょっと、許してください。本当に。もう出すってリコピンさんに言っちゃったんで。まあそんなところで、ですね、裏千住行きますよと。で、アルバートが事前にどっかで強化されたじゃないですか。で、スキル2ターンで打てるんですけど、自分と貴族性エンハンス2倍、6解除間の回復以外が気を6個生成っていうところで、これが、まあ2体でループできるようになったよっていうところになるので、裏千住が。なので、結構強い。今後流行るんじゃないかなと思いますね。本当に。この2枚入り編成っていうのが。無効貫通とかこういうノーチアス系で強い場合、ちょっとね、今後使っていく可能性があるので、アルバート2枚持ってるよって方はね、ぜひ、ノーチアスとか藤君じゃなくてもいいんで、本家のノーチアスとか使ってあげても強いと思うので、あの辺の無効貫通の貴族性の編成に入れてあげると、非常に強いかなと思いますので、まあ、ちょっとスキブの問題は発生するかもだけどね、はい。ちょっと今後気になるところではあります。で、今回は藤君を使っていきますよと。スキルプラスリダチに対してドラゴンキラーで、上がリクトの武器をつけて、無効貫通でさらに火力を足していくと。で、藤君が2枚採用されます。スキルプラスの、消せない状態を 2way の武器、シウルフ、これウルフデータナーつけてあげて、2way で消せない状態もつけて、遅延2個振ってますよという感じです。で、パティは L 字消しの無効貫、ダメなんで、アシスト無効洗剤と遅延2個と、上はハロウィンチャコルの武器をつけてますね。操作不可と雲耐性と。で、アルバート1体目が、貴族性を付属性不要にするためのイグドラシルの武器をつけましての、で、ドラゴンキラー2個と声キラーが1個ついてますと。で、もう1体もキラーは一緒、上はモリリンで泥強と付属性気にしてますよ。学園のチアスに関しては、神キラー3凸で、上モリリンで、さらにここも貴族性で火力を出していくような感じになっております。はい、ということで、じゃあ、これで今回はやっていきたいと思います。はい、じゃあ実際にやっていこうと思いますというところで、アルバートが、まあ、とにかく安定性が高くなっているので、もし2枚持ってたら本当に使ってほしいなというところですね。で、しょっぱな、まずはウルフデートナーで遅延かけまして、1C2 回組んでいきますよと。で、すぐ藤君溜まるので、藤君打ちまして、生成して、次に6個で軽減貼るので、盤面に6個を置いとくような感じで消していきます。で、6個つなげて、軽減貼って耐久していきますよと。はい。で、まずは耐久して、そうするとちょっと HP 減っちゃうので、どっかのタイミングで回復しておきましょうっていうところですかね。で、藤君、このリーダーの方、進化スキル打って、パティも打って、アルバートも両側変身していきます。で、回復がありそうだったらもう回復をしてくださいというところで 1C しながら待っていきますよって感じですね。はい。で、盤面に3個ここでなかったら、3ターン目かな待って。アルバートを打ってもらってっていうので用意したらいいかなと思います。次、盤面54にされた時に無効貫通一発目組んでいくんですけど、3個ね、盤面に残せるような個数にしたいんですよね、このターンで。ここを3個こういう感じで残してあげるっていうことが必要になってくるので、もしね、残り2の時、敵が。行動残り2の時に盤面に3個ない場合は、アルバートを打ってあげるといいかなというところですね。で、2階層に入っていきます。2階層に関しましては、アルバートを打って、まずは無効貫通で思いっきり削っていきましょうと。で、ノーチアスも変身させていきます。このね、アルバートがマジでずっとループするし、何がいいって、こいつ自己エンハ持ってるのが強いなって思ったんですよね。でノーチャス変身して無効貫通で、自己炎波持ってるからデバフ食あっても自分で返していけるのマジで強いわっていう感じだね。はい、これで半分までいきまして、で、リダフレデバフからの、はい、強制ヘイストで、はい、向こうまた張られますので、ここで盤面に木が3個ない場合はパティ打ってアルバート打って、で、藤君リーダーも打って突破していきますって感じ。盤面に3個あった場合はパティは次の回想で結構です。まあ打ち忘れそうだったらもう3個あってもここで打ってもいいんですけどね、ちょっと1回打ち忘れたことがあるので、まあ忘れないようにパティは打ちましょうっていう感じでいきます。はい、 OK ですね。で、続いて3回想です。ここはアルバート打ってノーチアスのルーレットも打ってあげて、無効貫通分用意して突破していきましょう。はい、アルバート打ちまして、でノーチアスも打っていき、あ、打たんかったこの人打たんかった。盤面に9個あったんでノーチアススルーしてますね。本来はノーチアス打ってあげるでいいと思います。この後ちょっと調整かけますね。じゃあ普通に打ち忘れてるわこの人ね。で、4階層です。濃姫で、濃姫階層でまずは、ここで打ち忘れてたノーチアスを打ちまして、アルバート打ちます。で、とりあえず無効貫通組んでいきましょうって感じですかね。で、この後 0C するところを 1C して、帳尻合わせるような感じにしてますね。はい、とりあえず無効貫通組んでいきます。はい、まずは無効貫通で半分まで削って、で、15コンボ以下吸収はちょっと待っていきましょうっていうところですね。はい、超えられるかしらということで、15コンボは本当は0コンボなんですが、ここをね 1C してますね。さっきのを合わせてあげて、で、ここで突破していきます。アルバート打って正方形を組んでいきましょうと。はい、アルバート打ちまして、まあ盤面にもあるのでルーレットから取り出さなくても問題ないと。まあそもそもルーレットがないよというところで、はい、このまま突破していきます。はい、これで問題なくツーパンで仕留めていけますよと。はい、 OK ですね。これで倒しましての次5階層ですね。火か水か木ですけども、今回は火が出ました。火に関してはウルトラ武器を打っていきましょう。遅延打って 0C でいきます。水が出た場合はルーレットからちょこ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 問い出す必要が出ますねって感じかな。で 0C 組んで、はい、で 1C したら盤面に3個なければさっきのアルバートをね一旦前から用意してあげる必要があるかな。これがね難しいんですよ。これ言葉で説明するの難しいね盤面に3個あるから6個足したら無効貫通になるよねで殴れるんですけども、一旦前攻撃する一旦前に盤面に3個ない場合はアルバートをまず一旦先に打っといてあげる。一旦先に打って木以外で1コンボしてみたいなまあそんな感じで無効貫通分とにかく用意できればいいかなっていうね、伝わってほしいんですけど、なかなかねここが難しいところではある。はい、ということで前田刑事が出てきておりまして、ここはね全部打っていきます。全部右から打っていきまして、で無効貫通で突破していきましょうと。で L 字もね必要になってくるので光 L 字も組んでいきますよっていうところですかね。はい、まあそんな感じですね。明智光秀がいた場合は最初にアルバート打って木の L 字を組んでアシスト無効を返しといて 0C2 回組んでアシスト無効を完全に解除しきってから同じように全部打っていくような感じですかね。はい、ということで L 字もおまけで入ってこれで突破していきますと。はい、 OK ですね。で続いて7階層です。7階層ゼローグで、ここはまあ無効貫通組むだけですね。まあ回復もするんですけども無効貫通を組んでいくだけでは問題ないかなっていうところです。はい、雲も弾いて、でアルバート打って無効貫通ですね。はい、これで敵非属性ですけども問題なくエンハンスも乗って、これで無効貫通でカンストして倒していきますと。はい、これで OK ですね。で続いて8階層ですね。8階層は今回は火が出てきておりまして、1シーン2回組んでいきますよと。火が出た場合は消せない状態木にされるので水をね 2way で解除していきましょう。藤君の、副属性ですね。ここはただ1シーン2回組みましてアルバート打って突破していくような感じですね。はい、まあ非属性ですけど特に問題なく突破できるので、あ、コンボ吸収があるんで、あ、でも大丈夫か。コンボ加算があるから大丈夫か。そうか、藤君が強いね。コンボ加算してるもんね。常時3コンボ加算するのか。それは強いわ。はい、これで突破していきますと。OK ですね。で、続いて、9階層ですね。9階層に関してドラゴン系ですけども、今回火が出ましたと。パティ打ってアルバト打っていきますという感じですね。で、ノーチャースと藤君はずっとループなので、もし切れたら切れたたんびに打ちましょう。これ打ち忘れると、まあ、ここの回、あ、でも火が出た場合はちょっと抜けんかもしれんな。この次かな、火が出るとね抜けなかったりするので、打ち忘れには気をつけましょうっていうところかな。はい、これで突破していきますと。はい、これで山竹ドラゴンかな、君は。問題なく抜きまして、はい、OK ですね。で、続いて10階層ですね。10階層が今回また火が出ましたというところで、はい、全ロックあるけども、アルバートがロック解除持ってて強いっていう感じですね。はい、アルバートでロック解除して、盤面足りない分はルーレットから取り出しまして、突破していくような感じですね。トゲはね、結構動かして大丈夫と思う。相当動かしても大丈夫。学園ノーチャスの回復倍率が高いので、復帰力はもうすんごいかな。復帰力すんごいと思うんで、トゲどんだけ動かそうとね、全然大丈夫だと思ってます。はい、これでワンパンですね。ここノーチャスの上限解放がないと抜けないですね、ワンパンね。で、11階層です。今回はねねだっけ、いや、おいちだっけ。待ってよ、どっちだっけ。やばい、おね、ねねとおいちが。こっちはおいちですね。はい。おいちの方は覚醒無効来るので、ここで藤君がね、ちょうど覚醒無効解除になってて、覚醒無効解除して、で、無効完成突破していくような感じですね。ちょっと僕が余分にパズル結構組んでると思います、色とか。ほんと最低限でいくんだったらもう無効完成だけドン。まあ、消すときは回復消すぐらいなもんで、全部突破できるんじゃないかなと思いますのでね。ある程度慣れてきたらね、そっちでもいけるかなと思いますね。ちょっと最初、不安でいろいろ消してますけどね。はい、で、徳川家康ですよと。ここも回復しながらの正方形で OK です。まあ、回復しきってたら、あ、そっか、先制攻撃飛んでくるのか。回復しながらの正方形で OK ですね。はい、ここもアルバート打って、もうやってくること、同じ、もうやることはずっと一緒。アルバート打って、正方形。たまに回復消す。もうそれだけ。ノーチラスと藤君が切れたら、それ打つ。終わりって感じですね。はい、まあそんなこんなで、こいつも余裕でワンパンで飛ばしていきますよと。はい、OK ですね。めちゃめちゃ本当お手軽ダンジョンになったな。スキルターンプラス1が撤廃されるだけでだいぶ変わるね。この辺の藤君とかさ、ノーチラスもループできるようになってるので、だいぶ変わったかな。やりやすさ上がってるかなって思います。で、ここ藤君、陽気比だったんで打ってもらって、まあでもどっちでも打つか。信長でも陽気比でも打ってもらって、で、無効貫通分取り出していくような感じですね。はい。無効貫通組んでもらえれば10は超えますので、これで突破していきますよって感じですね。はい、これで問題なくワンパンしまして、で、続いて14階層ですね。14階層に関しては闇が出ましたと。暗い目覚めやってきますが、まあそこまで気にはならないので、アルバートと正方形を組んでいきますよって感じですね。で、ノチャスと藤君切れてたので、一緒のタイミングで切れてくれるからまだ忘れないような感じがするけど、アルバート打ってここも無効貫通で突破していきますよって感じですね。はい、これで突破していきます。はい、暗闇がちょこちょこ降ってきてますが、まあなんとでもなるでしょうと。OK ですね。はい、倒しまして、で、ボスバトルですね。ボス進化前、もうワンパンしていきます。待ちませんよというところで。はい、初手コンボ現象とかやられますけども、結局コンボ現象やられるけど、藤君で相殺してるもんね。3コンボ現象だっけ、これ。相殺はできてないのか。ギリギリ1コンボいらないか、でも。6あって3消えて7コンボできればいいもんね、アルバートは要は。10コンボする必要がないので、結局大丈夫か。問題ないよね。はい。だから無効貫通組むだけで7いきますもんね。うん、それは強いわ。これは藤君が強いというところで、はい、ボス進化5ですね。進化後に関しましては、まずは、普通に正方形で殴っていきますという感じですね。まあ、4番なので、全然待つところはないですね。とにかく無効貫通組んで回復しながら殴りますよっていうところですね。ちょっとコンボ数をプラスアルファで組んでいく必要はあるかなっていうところ。10コンボ以下吸収があるので、あんまはまらないように。で、ここね、アルバートとかね、個別デバフ食らうんですけども、この辺も、自分で返していけるのがめっちゃ強いなって思った。うん、自己エンハンスがあるのがね、結構でかいなって思ったね、アルバートは。はい、トゲもガチャガチャ動かしてますけど、回復2セット組んで、で、コンボは絶対やるぞっていう気持ちで。コンボ吸収にだけは引っかかってたまるかっていう気持ちでね、コンボしてもらえれば OK です。はい、これでまずは、まあ、半分、25% 以上削ってもらって、で、また同じように削っていきますよって感じですね。で、藤君を打ってもらって、ダメージ激減から張りまして、で、さらにアルバート打って、ここで半分まで持っていくような感じですね。結構藤君も大活躍してるね。いろいろね、覚醒無効解除、ダメージ激減持ってるのがやっぱでかいかなっていうところかな。生成ももちろんありがたいんだけども。まあ、藤君は使いづらさはあるけど、うまく使えればめっちゃ強いキャラだね。はい、これで半分までいきます。で、半分時はダメージ撃が張ってるので特に問題はないかなと。で、操作時間に関してもね、アルバートが返していけるからでかいね。そこもだいぶ使いやすい点ではあったかな。まずパティ打って、陣返しまして、で、アルバート打って、で、そのまま回復もね、こんだけあれば大丈夫なんで、無効貫通組んでいきますよって感じですね。でも、コンボ吸収だけは絶対引っ掛けない。コンボ吸収だけは絶対引っかからないような気持ちでもう平積みで組んでいきますと。はい、ということでこれでまあ次ですね。もう次がもう倒せる圏内に入りましたんで、ノーチラスとか藤君は最後打たなくてもいいですね。この程度だったら、まあ、コンボ減少とかされて気になるようだったら藤君打ちはいいと思いますけど、もうこんなん10個も超えるんだったらプラスアルファ1組は終わりなんで、なんか適当に1組んでもらって無効貫通組んで、これで11いきますんで、これで突破ですね。はい、まあ、こんな感じで結構楽に周回できるんじゃないかなと思います。ダメージ軽減プラスとかがもし足りてない方とかはいいんじゃないかなと思いますね。まあ、アシストとかは結構編成難易度は高くはなってますが、アルバートが強くなってますよっていうところで、まあ、今後使われるんじゃないかなと思いますので、注目しておくといいんじゃないでしょうか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。